つみこたでございます、えー。おはようございます。だよ。まだ午前中の時間に、えー、録画しております。で、ですよ。今日はって言ったら何かって言ったら、うーんーとね、視聴者の方から、えー、と、以前ね、あのー、質問紙をもらって、それにお答えするっていうことをやったの。うん。ほんで、それをですね、あ、まあ、第2弾を送ってくださった。そんなお、 なんていう視聴者さんがいらっしゃるので、それにお答えしていこうかなと思っております。こんなスケッチブックに、はい。あの、書いてあるんですわ。質問がばーっと。で、ほとんど下読みしてません。はい。なので、なんていう、適当な答えになっちゃうかもしれないけども、そことかは許してください。ほんでですね、喋ってると喉が渇く、そんな時期だ。えー、こちらのビールみたいなやつも、えっ、ー、と、本当はね、 ビール飲みたいんだけどね。道路、交通法上はビッグ番号は車ということになっておりますので、一応はビールみたいなやつを、あ飲みながら、ええー、行ってみようと思います。えー、っと、なんだったっけもっと聞いて、見えるか <laughs> 見えるかとかって。もっと聞いてみよう。もっとディープでエッチな質問。今日も丸鉢で答えちゃおうよ。うん。おげおげ。こんな感じだ。なんか私の顔の切り抜きまで貼ってくれてる。えー、一番。ギャンブルにはまったことがある。んー、これは、ペケですね。はい。え、ギャンブルには、えっ、ー、と、競輪、競馬、麻雀、んー、 その他、もろもろ。の、ギャンブルにはハマったことがないんだけども、生き方自体がギャンブルみたいなことをやってるんで、はい。あの、生き方自体がギャンブルでございます。はい。なので、それを踏まえると、丸かもしれない。で、え、第2問。でねん。え、復帰してもいいと思う過去の職業がある。うん、ある。あるよ。えっとね、あ、 例えばね、大学生の時にやってた、えっ、ー、と、アルバイトでやってた焼き鳥屋さん、すっごい楽しかったりとか、あと、ファミリーマートも楽しかったし、あと、塾の教室長やってた時も楽しかったでしょうーん、あと、車屋さんの時も結構楽しかったんだよ。 だから、結構ね、楽しい思い出っていうのばっかりが残ってるんで、あの、復帰してもいいと思う過去の職業があるっていうことに関しては丸です。うん。ま、あ実際その、今復帰して、使い物になるかどうかっていうのは別の話だよ。うん。ねえ。 いきなり車屋さんで明日からやってくださいとかって、日産の車売ってくださいとかって言われたら、うん、できるかなとかっていうとこはあるけども、ん楽しかったのは楽しかったので、えっ、ー、と、復帰してもいいと思います。はーい。<laughs> えぇ、ー、何これ <laughs> 婚活してみたいと思う <laughs>。婚活婚活っていうかね、私ね、あのー、皆さんご存知かもしれませんが、一回経験してるんですよ、結婚っていうのを。 うん。で、結婚して、で、まあ、いわゆる罰位置ですわ。はい。離婚経験者でございますので、結婚活、この年49に、こない間3月10日でなりました。はい。49になって婚活って、まあ、ありだね。<laughs> あり。あり。まるです。<laughs> えーと、なんだったらこれ。え、実は両親のことをパパ、ママと呼んでいる、かっこいた、過去形も含むだ。パパ、ママでは呼んだことないですね。うちではですね、お父さんとかっていう呼び方をしてたんじゃないかな、ちっちゃい頃。お父、お父さん、お母さんとか、なんかそういう呼び方をしてた覚えがあります。 なので、パパとかママとか、ダディとかマムとかっていう、そういう呼び方はしてません。はい。えー、っと、Q、えー、クエスション。えー、続きまして。あの日、のとちゃまにオッケーされていたら人生変わっていたと思う。うん。これね、バックナンバー見てください。オカマののとちゃまっていうのの回を見てみると、オカマののとちゃまに、私が、まあ、酒をおごって、ほんで、あわよくばっ あの、のと、おかのノト茶ゃまのケツの穴を掘ってみようと思った時が、本当に魔が差したっていうやつであったんだけど、まあそれ爆ナンバー見てもらえばいいよ。ほんで、そんな時にノト茶ゃまがまあ、店長とはダメですとかって言ってたんで、ダメになっちゃったんだけども、もし許されてたらね、目覚めてたかもしんない。 そのお尻の穴を使ってウハウハするっていうことに対して目覚めてたかもしんないけども、うーん、どうだろうこれ変わってたかもしれん。三角。ん SM プレイをするなら M 役をやる。イエス断然 M でしょ。はい。S で、なんていうのが 人縛いたりとか、ろうそくを人に垂らしたりとかっていうのは、ちょっとね、その人に対して、なんか痛いでしょうとかっていうことを思っちゃう口なんですよ。なんか、その人がいかに喜んでてもね。うん。だからどっちかというと、究極するだったら M です。まだね、ろうそく垂らすよりは垂らされる方が。 我慢できるじゃん。私一人が我慢すればいい話の話だから。だから、M にしよう。で、その S っていうか、そのさ、ね、えっ、ー、と、攻めるのが好きいじめるのが好きっていう人の心も満たされるっていうのだったら、うーん、M に、徹しますよ。はい。もうパン、全裸で土下座とかそういうことやらされるんだろうけども。はい。 え続きましての質問。えっ、ー、と、親から性教育を受けたこ、受けたことがある。うーん、これはないです。性教育をしてくださったって言ったら、えー、学校の部活の先輩だけです。はい。 間違った性教育。あとね、雑誌のホットドッグプレスだな。うん、ハウトゥーセックスとかっていうやつを親に隠れて買ったりとかしたよ。中学校2年生の時にホットドッグプレスだ。あとは、スーパー写真塾ね。うん。だから、性教育をまともに受けたことがないです。親からっていうのは。えー、雑誌とかそんな感じが多いです。 雑誌っていうところが古いね。今だったらインターネットで何とでも手に入るんだけども、当時は雑誌しかなかったんだから、本当に。だから親から性教育を受けたことはないです。えー、なにこれ。超ズボラな97キロの女と結婚するぐらいならよく気の利くイケメンのゲイと生活する。断然そうです。断然。 く、0.1トンあるような気の利かないズボラな女っていうのは、ただの、なんていうのかな、ドラム缶なんですから。ひどいこと言うけども。ね、置物として置いといて、しかも超ズボラときたもんだ。超ズボラっていうことは、下の世話までする可能性まで出てくるわけだよ。ズボラだから、尻拭いてとかって。それはダメでしょっていうことで、 で、例えばですよ。えっ、ー、と、メンズノンノのモデルの安倍博さんとかですね。ああいうかっこいいのがもしゲイだって見ろうん、まあ、一緒に住むは住んでていいじゃんとかっていう話。その、性的な何かがあるかどうかっていう質問はここに書いてないもん。<laughs> 質問に書いてないもん。掘られていいですかとかっていうことでイケメンのゲイと生活するだもん。 生活する分には何ら問題ないです。野郎が二人暮らしするだけだもんね。うん。だから、これは断然、えっ、ー、と、超ズボラな90.1トンの女よりは、えー、よく気が利く。ゲイの人。もうね、お湯、お風呂沸かしておきましたとか。<laughs> そんなぐらいに気が利く人がいいね。うん。次えっ、ー、と。 実は、筒見城天守閣は和式ベッド、カッコ万年床だ。うん。正解です。大正解。20丸です。えー、これはですね、筒見城天守閣。まあ、私の家の、えっ、ー、と、寝床なんだけども、天守閣は、えー、万年床でございます。なので、いつでも寝られる状態になっておるということでございますので、はい。 全く、持って、これは読み通りです。質問くれた方がですね、えっ、ー、と、隠しカメラでも置いてんじゃねえのかって思うぐらいに正解です。はい。次あ、まだある。えー、洋式、あ、洋式トイレでは、えー、これ、字が、あ、違うな、これ <laughs>。これ字違います。はい。5字ですよ。えー、洋式トイレではおしっこを座ってする。これ、時と場合によりけりです。はい。 あのー、座ってする時もあるし、あのー、立ってする時もあります。っていうのは何かって言ったら、49にこの間なったんだけども、なんか知んないけども、最近ね、おしっこしながらおならが出る頻度っていうのが高くなってきたわけですよ。親父だよね。完全におっさんなんですよ。完全におっさんなんだけども、これで、もし具が出たらどうすると。 いうときがあるじゃん。<laughs> 身が出たらどうする。おおやべえなんて、どっちかわかんないよって、へかみかわかんないよっていうときに、えー、座ってやったりとかはしますね。はい。<laughs> まあ、基本、基本座ってやります。だから今。基本座ってやります。よっぽど急いでいるとき、 は、えっ、ー、と、チャック上げてビービーってやるちゃうけど。えっ、ー、と、なんだ次、まだ質問があるな。風呂上がりなどに鏡で自分を見て結構イケてると思え、かもって思う時がある。うーん、これは、ないです。 全くないね。だらしない体を見てだらしないなとか、あと、もうちょっとこれは痩せなきゃなんともならんぞとか、ちんちんちっちゃいなとかっていう、そういうことばっかり思うので、お風呂でですね、あのー、鏡を見てて、イケてるって思ったことは一回もないですね。はい。で、え、まだある。<laughs> 親兄弟親戚の中で、ビッグバンの YouTube を見てる人がいる。これ多分いないと思う。 いないことを希望してるんだけども、うん。見てたら、ねえ。親戚、ええー、見てたらどうするこれ。親泣くぞって感じだもんね。本当に内容としては。なので、見てないことを希望してるっていう、希望的観測を入れてのペケ。はい。えー、まだ、なにこれ。ゲイ以外の人から可愛いと言われたことがある。 ない。<laughs> ない。かわいいなんていう単語、つつみさんかわいいですねっていうことを言われたことはないしす。はい。一回もないです。え、まだある。銭湯などではおちんちんを隠す。これはですね、これもきっときっと場合によるんすわ。うん。出してもいい人たちっていう、な周りおじいさんとかだったら、うん。なんか隠しても、 隠さないんだけども、周りに、例えばすっごいおちんちんのでかい、あの、外国の人とかいたりなんかすると、あのー、ちょっとこっぱずかしいので、大きさ的に。なので、えー、隠します。はい。だから、これ、時ときた場合により、まだあるぞ。300万出されたゲイビデオに出されてもいい。出ましょう。 出ましょうよ。300万で売りましょうよ。ケツの穴を。はい。ケツの穴かどっか、おちんちんかしないけども、300万出されたら、うん、言っときましょうね。はい。で、次。通勤の名を舐められたことがあります。はい。これは気持ちいいですね。はい。<laughs> なので、こちらはありありです。はい。まだある。玉金は、えー、大きい。 大きい方だと思う。これも波サイズだと思いますので、えー、これもですね、えー、普通サイズっていうことで。はい。えー、正直に答えたよ。We love 光太郎、えっ、ー、と、俺たちのアイドル、ありがとう光太郎さんって。はい。<laughs> こんな最後がありました。ということで、正直に答えちゃいましたので、えー、皆さん、こんな感じだということで、えー、次回の動画でお会いしましょう。シャバドドビアはシャバドビアダバダバダ